りしたよね。なんか画面近いしちょっと離れてほしいわ。はい、ちょっと目が悪いんで何も見えてないんで眼鏡をかけたいんですけど、眼鏡をかけさせていただきます。泣いてるかと思った。いや、もう花粉症やね。ごめんな、わかんないもんな。うん、なんか最近眼科行かなあかんなって思ってるんですけど、目悪すぎて、あ、違う違う違う、目かゆすぎて、あれなんですよね、目に気づいてるんかなと思って、コンタクト外した瞬間めっちゃ目痛くなるから、多分それが原因で目がちょっと涙目になっちゃうんですよね。スピンなんねー、スピンですよね。ちょっと左耳が調子悪い、全然耳聞こえてないですいや、もう乾いてるはずなんですけどね、なんかしめっちゃちょっと湿ってる。まあ、一瞬のショールームなんで、あれですよ。やばい、でもスマホの充電がない、私はスマホの充電がない状態でショールームをしてます。いつ切れるか分かんないですよ。いつ切れますかね。うん、絶対右半分乾いてないやろ、嘘やろあー怒られるわ、誰かに怒られるわ、コメントで来るわ、乾いてないよって。乾いてないんですよ、すいません。ほんと見たくない方見なくていいです。乾いてない人は、見たくない人はじゃあささくれ痛いね、なんか、かわいそう、情けないわ、自分の肌がささくれできてるの。わかにゃーわかにゃーごにゃごにゃー、乾いてないたら怒らんとって優しくして、怖い、みんな優しくいこう、もう優しさ、優しさと思いやりってよく言いますよ乾いてないやろ面白い、なんか変な加工ついてるみたいな顔してますね。私加工つけてないんですけど、なんでですかね。久しぶりに自分の顔まじまじ見たわ。無理、マジで目かゆい、えぐい、生乾きやし、もうこんな怒られるわ。ま、普段こんなんしませんよ、生乾きの髪の毛じゃないですよ普段。生乾きマンとか言われたらどうしよう、それこそ傷ついちゃうよ。みんな調子悪いよ、目。服のサイズ SM どっちも着てますけど、 T シャツ、こういう、これレッスン着なんですけど、なぜかパジャマの棚に入ってた、お母さんが間違えてパジャマの棚に入れたんでしょうね。これレッスン着やで、なんか即席で買ったんですけど、 T シャツとかは L とか買ってるはずユニクロです。髪の毛が濡れてるんですよね、どうしたらいい。早め早めに乾かしたい。ファンレター送ったよ、やった、ありがとうございます。すみなさんは告白の空母公演は出たことないです。またいたらよかったですよね。ちょっと今喉の調子、目の調子もすごい悪いんで。了解、ありがとう、こちらこそ。あのワンピースのブランドは TikTok のコメント欄に書いたので、ぜひそちらの方をチェックください、はい、思ったよりワンピースどこのってコメントがあったので、え、みんな可愛いと思ってね、あのワンピース私も可愛いと思って、なんか普段服買うときブランドをあんま気にしなくて、その通販サイトでなんか欲しい服の名前入れて検索して可愛いと思ったやつをよく買うんですけど、そうなんですよ。バカ目かゆい、
やばい、花粉症よな絶対、眼科行けって話ですよね。お、ミラーボールだ、すごい。なんか歌った方がいいな。あ、やばい、君がよ。ワンピース同じの買ったん、かわいい。でもほんまにショールームちょっとしかしないです。なんか挨拶がてら、お休みがてらやろうと思って、 やれてなかった分も含めて。やっぱめいった。また TikTok 更新したんで見といていただければ幸いでございます。また気持ち気向いたらチラッと覗いてくださいチラッとね、チラッと気持ち程度。もちろん卒業式で歌はちゃんと歌いますよ、卒業式やから。デカ声で歌いますよデカデカボイス。うん、どんな動画あげようってなって、どんな動画あげたらいいですかどんな動画あげたらいい。模索中、使い方合ってるかな、模索中、模索中で使ってみたかっただけ。若にゃんと松坂の新芽。どこで新芽なるやろ。何の曲で新芽だったっけな。さくらちゃんと。ちょっと待ってね、思い出すわ。新芽あったかな。新芽の曲なんやろ。あ、ランナーズハイは違うな。なんやろ、新芽の曲。思い出せ。頭を絞って思い出せ。新芽の曲はなんや。桜と新芽、1週間は違うか。いや1週間か、いや違うな、いや1週間か、いや違う。ごめんねが新、いやごめんねは新芽じゃないな、新芽か、いや違うか、落とし穴か、あ違うな。何の曲新芽やったっけ、そう思い出せねえぞ。何の曲やったっけな、ちょっと思い出せないので、また何の曲が新芽か教えてください。私にあったっけ新芽の曲あったっけな。え、さくらかわいいよな、めっちゃ顔好きです、かわいい、なんかかわいい、口が、あー好みです。え、新芽の曲ないかも、あったっけ。太陽はシオンが新芽やし、アモクロかな。いや、アモクロは私新芽じゃないしな。あれ、じゃあ教えて正解、ちょっと気になる。あ、TikTok にメイク動画また載せたいなって思ってます。勝手に自己満載せてみたい、いろんな動画を載せてみますね。まず髪の毛を乾かしてからなんですけど、新芽のゲシュタルト崩壊受けそう、ほんまに30分になったらランキング読みします。なんやろ、何の曲やっけな、新芽思い出せそう、なんかあったっけな。舞公園、舞公園、あー舞公園も新芽やったか、は新芽やったか、新芽やったか、そうね、多分新芽やったね、そんな気もしてきた。うん、セットは多分、なんかほんまになんか黒目でかく見える、なんでや、まあいっか。充電やばい、充電ない、充電ない。さっきまでお風呂入る前ゲーム実況見てたんですよね。やばい、大丈夫、充電、一
つもトークの時汗大変そうやね。なんか汗かきなんですよね。みんなが涼しそうな顔してるのがちょっと不思議で仕方ないぐらい私の汗かき度が半端じゃない。なんかみんなが10回いたら私100かくみたいな、10倍かいてトロ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 ペロペロ。マインクラフトのゲーム実況見てました。めっちゃ今更とか言わんといてや好きなんですよ。やばい充電ないじゃランキングゲームしましょう。今日なんで早起きやったん？今日早起きでしたっけ私。なんか目覚めましたね6時とかに。なんで私の起きた時刻知ってるの？お母さんもしかして。ねえねえお母さんなの？ランキングゲームしますあー面白い。いきます。13位くるみちゃん、かわいい、これありがとうございます。12位ブッキーさん、ありがとうございます。11位修造さん、ありがとうございます。すいません猫の毛が、後でアイス食べよう。10位スパーク翔一さん、ありがとうございます。9位ゆきまこさん、ありがとうございます。8位けいさん、ありがとうございます。7位ゆかさん、ありがとうございます。6位ひろきさん、ありがとうございます。5位隊長アットマーク、明日昼公演ですよありがとうございます。4位みょんさん、ありがとうございます。3位ピーピーさん、ありがとうございます。2位あらけんちょびさん、ありがとうございます。1位水色さんです、ありがとうございます。あのね今7期生は参加してないんですけど、8期研究生の何人かがあのチッヒーさんとのラジオ出演をかけて、2名、上位2名が確かラジオ出演できるんですけど、今その8期生がその出演をかけてショールームしてるので、ぜひ私のこのショールームの後誰か気になる8期のこのショールームに行ってみてはいかがでしょうか。私は7期生なので参加はしていないんですけど、10人参加してるのね。なるほど。だから皆さんぜひ、私はみんなのことを応援してるので誰か一人の応援はできない。みんな可愛いからね。みんな配信頑張ってるんで。そう、あそう8期生ツイッターも解禁されたんでね、フォローの方を。ほなに一瞬のショールームでしたけどまた TikTok を載せますバイバイ、ありがとう。髪乾かしてくる。申し訳